なんか100個残すってすごいね。ちょっと痛々しい感じだけど。ママはなんと明日念願の念願すぎる。ちょっとね、これはでも美容整形に入んない気がするけど、どうなんだろう。美容整形じゃないよね。でなんか今までさ、なんかヘアなんかやりたいなと思ったけど、この植毛っていうの、ヘアライン植毛みたいな、なんか出産したらさ抜けちゃったじゃん、かなり。そうで、やりたいなってずっと思ってて。はダメダメ、うわダメ。で前にね、なんかね、ちょっとクリニックじゃないけど、まあ、ちょっと関係者となんか話をした時にさ、なんかここのさ傷がさ目立ちますねって言われたじゃん、覚えてる？え、なんか私的にはここの傷って全然目立ってないし、なんか綺麗に縫ってくれたなって思ってたんだけど、え、なんかその言葉でさ、え、なんかもしかしてこれ目立っ傷がここね、あの額縮小っていうのをしたから、なんか目立ってんのかなみたいな気になってきて、なんか多分目立ってないと思うんだけど、私的にはね。なんかでもそれでもしかしてここもちょっとこの傷も隠せるのかなみたいなちょっと気持ちになって、最近調べてて、ちょっとね、この辺がね、この辺の薄毛をちょっと、もともとの M 字が結構、え、アートメイク2回やって、まあ、ごまかしてはいたんだけど、もう結構ね、剥げてきてるから、この辺ちょっとね、おでこが狭くなるように結構望んでいます。うん、ヘアラインはした。いや、睡眠マス一瞬して、そっからすぐ起こされるんだって。もうだから起きてる、多分局所麻酔。その様子もちょっと撮れたらね、撮りたいなとか思ってるんだけど。楽しみだよ。なんかだから完成は多分ね、半年後とかになるんだろうけど、生えてくるのは。やばい、いよいよ生えるの、宿毛の日ここかな。かわいすぎるスリッパ。お家に着きました。今8時半なんだけど、朝から一滴も水も飲まずだったから、めっちゃ喉乾いて、めっちゃお腹すいて、もうすごい勢いでパン食べて、ご飯食べて、こんな感じ。じゃ
ちょっとね、痛々しいけど全然痛くなくて、むしろ感覚がまだない。完成は1年後とかになるから、うん、味いい子してた、うん、マニーといい子してた、うん、ありがとう。ママバイバイ。ママバイバイしたんだよね、うん、偉いね、うん、ありがとう、うん、足もそんな20分ぐらいしか寝てないからそんなに辛くなくて、やっぱりフラフラするっちゃするけど、なんか切開リフトとか脂肪吸引とかのほど強い麻酔じゃないから全然辛さはそこまでない。なんと30分後に私は仕事なのでちょっと仕事をしたいと思います。オンライン会議が入ってる。なんか終わった後もね、シャンプーもしてくれたから多分結構こう麻酔液とかいろんな血とかねついてたと思うけど、一応綺麗になって、後ろの切ったところはこんな感じで見えないから、この中がね刈り上げてはいるんだけど見えないから、まあ目立たないなって感じで。ヘアラインの植毛ってこうもうバレバレな、なんていうの、こうまっすぐで綺麗すぎる感じだとなんか不自然だし、ちょっとやなんか植毛しました感があってやだなと思ってたけど、なんか私が調べたとこのさざ波植毛っていうのがなんかこうシグネチャーにしていて、そういう自然な毛の流れにちゃんと沿ったこうジグザグしたわざとっていうかね、丸くないのがすごい綺麗だったから、1ヶ月が楽しみ。クリニックに行ったのが1時15分とかで、終わったのが7時だったから、やっぱ結構時間はかかるんだと思う。一本一本植えて一本一本毛をこうなんか分離みたいなしてたから結構時間がねかかったかなって感じ。まあそれだけ丁寧にねやってくれたんだと思うんだけど、 そこのね通訳の人も1時間ぐらいなんか熱く喋ったんだけど、バッてここを切ってなんか縫う方法とかなんかまあいろんな方法があるらしいんだけど、やっぱりその技術っていうのが結構これも大事みたいで、技術が悪い人がやると定着しなかったり、なんか深く入れすぎてチリチリした毛が生えてきちゃったり、その入れる深さっていうのがすごい大事らしくて、なんかすんだ、お湯沸かし、お湯沸かし、寝るときに血がついちゃうと思うかなって、このペット用のシートと、あとお薬、なんかシャンプーの薬ってすごいね、嘘みたいな薬出してくるよね。こんな日本で見たことない。ピンクだよ。ピンクと緑だよ。昨日は超眠くてすぐに寝て、12時間ぐらい寝て、こんな感じで隠れるから、髪の毛も。全然わかんないし、体的にも全然大丈夫で。普通に今からお仕事です。こうやってね、広げるとね。ちょっと痛々しい感じだけど、こうしとけば全然わかんないと思う。ちょっとここにあざが出ちゃったけど、多分注射のあの麻酔の針かな。隠れるからね、女の人は全然平気だなって、うん、3日間でなんかねこう定着が決まるみたいだから、できるだけ刺激がないように過ごそうと思って。なんかね、笑ったりすると若干なんか違和感もある。痛くはないけど引きつってる感じ、なんか頭にバンダナを巻いてる感じかな、ちょっとバッチリ、うん、いい感じ。植毛からね、3週間経ってやばいじゃん、めっちゃ出て、なんか10日目でなんか抜けて全部なくなるって聞いてたんだけど、なんかそんなになくなってないよね。で、ここの傷がなくなった、ほら、これがもうバッて伸びてくるからかなり小顔になるよって言われて、まあこの辺で隠れるからね、このジグザグな感じいいよね。なんかもわっとさ、綺麗すぎるとさ嫌だなと思ったんだけど、いや本当にもっと早くやればよかったってめちゃくちゃ思ってる。うん、だからマジで、うん、なんか
おでこが広い人って結構ストレスだと思う。私もそうだったけど、なんかいつもアプリでこうさ、なんかここを狭くしたり、めっちゃシャドウこう塗ったり、なんかこういうポンポンするさ、なんか化粧品買ってなんか塗ってたりしてたんだけど、全然そんなにいらなくなったし、もうちょっと伸びてくればね。で、後ろもジグザグに切ってるから、こうやって上げた時にそう短い毛が伸びて、全然ね、目立たない、わかんないよね、わかんないよね。だから10代ぐらいからずっとやりたいなと思ってたの。でもなんか大掛かりな手術っていうイメージがあったし、まあめっちゃ高いとも思ってたし、本当に早くやればよかった。あったよ、あったよ、よかった。この感染は1年後ぐらいだからね。ハーバーさん、うるさいよ、ハキーだった。また毛が抜けそう、ハキーだった。本当のね、感染は1年後ぐらいだからね、まだこう変化があって抜けたり生えたりすると思うけど、血中期で。職務を考えてる人はね、ちょっと参考にしてみてください。バイバイ。